この新潟の思い、度重なる自然災害、そして皆様の苦しみ、皆様の思い、希望、すべてを私は今まで皆さんと共にしっかりと寄り添い、そして一緒に汗をかいてまいりました。塚田一郎に力貸してください。皆さんお願いします。頑張ります。ありがとうございました。人生において誰しもが失敗があるものであります。でも彼はそのことから多くのことを今学んでると思います。厳しい戦いであります。一郎さんがもう一度初心に帰って新潟県民のために仕事を続ける、そのチャンスを与えてください。塚田さんの力が皆さん必要なんです。拉致というのはよその国の人間を国家の意思によって奪い取る行為なんです。絶対に許せないっていうのが塚田一郎の考え。彼はそういう男なんです。何としても恵美さんのお父さん、茂さん、早紀江さんがお元気なうちに恵美さんを取り戻したい。塚田君は何よりもふるさと新潟への思いがあります。弱者に寄り添うという姿勢、小さな声を聞く、愛する新潟のために今までも全力を尽くしてきました。どっちの怖さが新潟のためになるんでしょうか。塚田さんが必要なんです。本当に厳しい戦いではございますが、この度のこの戦い、今一度私塚田一郎にふるさと新潟のたった一つの議席をお与えをいただきますように心からお願いを申し上げます。皆さん塚田一郎勝たせてください。お願いします。我々の胸に塚田一郎愛決定いたします。